こんにちは、チョメです。今回はネタバレ注意です。グッドエンディングを目指していきます。まず前回っていうか、だいぶ前になるのかな、宝箱で鍵を手に入れました。で、3回以上クリアしてから会話ポイントが30まで増えてます。じゃあブライアンに話しかけようかな。はい。なんかね、ヒントでさ、みんなが狂った後食堂の奥へって書いてあったでしょ。まずだからさ、ブライアンを狂わします。狂わせよう。うん、知らないってね、言っとこう。これ前のやつね。前前々回かな。で、ここでさ、ちょっと狂わせるために知らないって言ったか。ブライアン。そうか、そういうことを言うのか。何が詐欺で協力だ。一体そんな嘘をついてお前がないの。狂わせる。何最後の。ツワイセ TJP。何ちょっと。友情、友達ってそんな感じか。証拠あるのか。うん、てんてんてん、そうなるよね。ブライアンのベッドからエリナの手術を、これを問い合わせるか。あ、話せない。どうするんだったっけ。エリナと会話すればいいのかなって。エリナに教えて、エリナも食わすか。とりあえずね、会話ポイントが増えたからさ、もう前回の動画でそれ以上話せなくなったら、話せるようになったからね。え、どういうこと？お前が来た後すぐ寝たけど、そっか。え、実は、気になる気になる。なんか変わってる。ないの？あ、そう。あったね、これ。あったね、あった。まあ、前回のやつだ。私物がなくなったってことね。これ、はいはい。一番最初にやったパートだと思う。で、これでみんなも狂わせるか。うざいとか言ってるし。あいつ変態よ。これでエリナに渡したっていうことをもう一回よ。教えたらどうなるんだろう。で、幼女も狂わせないといけないのか。よいしょ。はい。教えてやる。お、変わった。おい。俺が投票として決めてるやつ、それは。アレックス。正直じゃないか。あ、こいつか。こいつのせいでさ、何度も私がさ、あれだよ、処刑されたんだ。エリナちゃん。オタクか。オタクに失礼だわ。オタクはちゃんと真面目にね、恋愛してる人もいるからね。俺のエリナかって、エリナさん。この人のこと好きなの？迷惑なんじゃない？こういう人怖いって。でもね、実際いるからね。昔さ、やめとくか。高校時代の友人の話をするのは関係ないから。いや、ちょっと怖い人いたからさ。いや、勝手に言っちゃいけないよね。で、エリナに話しかけてみるか。エリナも関係ないかな。変だ。あ、関係ないか。じゃあ次、幼女行くか。こんにちは、話す。ここも、パパ探してきてって言ってな。言ってたから、ちょっと省略するね。あ、前と同じだから。パパ。あ、また大丈夫。よし。パパ。はい、話す。で、
家族と一緒にいるのが嫌だってことだよね。で、話す。あ、ほらほら、会話ポイント前回だったら足りなかったんだよ、これで。だからあれ3ポイント足りなかったから、ここまでできなかったからね。うん、食堂ね。食堂また行くのかよ。でパパ探してきてあげたよ。はい、はい、これで幼女を狂わせよう。これは正直前と同じか。ママか、ママ見つかった。これママが黒服と話してるんだよね。はい、話す。これでいいのかな。もう解放ポイントギリギリだけど。あ、それより、ああ、これで幼女が来るんだったっけ。クソ虫野郎がって確か言ってるよね。お、ギリギリだなポイント。あ、うん。でこれで主人、そうだよね、前回と同じ。でこれでみんなが狂った後、食堂、あれ行けないじゃないか。え、どうやって行くのこれ、食堂の奥。みんなが狂った後食堂じゃなかったっけ。パパそんなこと言って、あ、違う違う、なんかヒントで言ってたよね、それ。みんな狂ってないのか、まだ。どうも何か必要なのかな。おお、グダグダ配信になっちゃう。あれあれ違ったかな。知らない、やったし、ブライアン狂ったでしょ、エリナも狂ったはずだし、あいつ変態ようになってるでしょ。寝たらダメだよね、入れない。こっちは関係ない。これエリナの、これエリナの、何もないか。あれ、カチカチカチうるさいけど、お、何これ、窓割れてるんだ。え、なんかおかしい？割れてるの。おかしかったっけ？ 2 階だから？もともと割れてたんじゃないの？話してみるか。あ、ちょっと待ってよ。これやり直すの？ちょっとカットするか。ちょっと無駄に使いすぎたな、この辺とか。ちょっと話せないじゃないか。困った。だから、ここ、この人に話しかけるのはいらなかったんだ。はい、じゃあ一旦カットします。カットというか、寝るか。寝直して、ちょっと、この会話を聞くところまでちょっと進めて、録画再開しますね。多分これだと、主人公が、おい、新エンディング見せるってどうだったの。いや、私の実況、ゲーム実況はこんなぐたぐた配信だからね。うん、綺麗に、ま、編集しないですからね。将来的にはやるかもしれないけど、ちょっとね、自分のプレイした記録を残したいっていうのがある。え、逃げろエリナー、はあ、これブライアンチャートか。そう、5番ブライアンチャートだったわ。まあ一応回収できたということでね、アレックス。
夕方の次は夜だということを忘れていて、フルエンド一歩手前ぐらいです。もう A 型じゃあちょっとあのもう一回やり直してくるからちょっとお待ちよ。はい、こんにちは、チョメです。あの何度やっても会話ポイントが足りませんでした。それでちょっとね削減しました。削減って言ってもだからブライアンはあのまだ狂わしてないです。だからほらブライアンの部屋にも入れる、録画しとけばよかったかな。あのやったことはあのまずこの幼女に話しかけた後あの父親にあの会話をしました。そしたらなんか隅々まで調べたらって最後言われるので、あのエリナの部屋の、あの割れた窓を調べました。でその後ブライアンの部屋からは私物を手に入れて、でエリナと会話で、であの窓を調べた後エリナに話しかけると、この前回の足りなかったポイントを使うことができました15ポイントも余ってます。だから削減したのはあの母親を探してきてほしいっていうところと、ブライアンが来るのをちょっと削減してみました。うん、え、私はそのアレックス、え、どういうこと、え、あ、両思いじゃん、よかったじゃん。え、アレックス、あ、アレックス自分だ、ブライアンじゃないじゃん。あ、ちょんちょんちょん、あ、ブライアンかわいそうだわ、勘違いしてたわ告白された。へー、おー嬉しい、ありがとう、信じて、え、もしかして、あーマジか、じゃああれか、ブライアンは狂人みたいな感じになってんのか。そして今晩はブライアンを噛むわ。へー、だから処刑台は主人公で、その後ブライアンを飼われるって感じだったんで、これは、困ったな。でも誰かを噛まないといけないんでしょう。ゆっくり考えて、これちょっと困るな。人狼なんでしょう。でも好きな人がさ、いきなりあのもしこれが現実する世界だよ、好きな人が人狼とかなった、あ、でもアレックスはこの子のことが好きか嫌いかわかんないんだよな。でみんでこっち通れるようになってるよね。取ってみるか。あ、ダメだ、いけない。黒服話しかけてみるか。誰が人狼で誰が人間なのか。目立ったからだ。難しいな。これ関係ないかな。どうすればいいんだろう。もう一回カットしてからちょっと探すか。やっぱブライアンも話しかけないといけないんじゃないの。ちょっと話しかけるか、ブライアンにも。あ、教えてあげるんじゃない、これブラウン。あ、今の黒服の会話無駄にしたわ、ポイント。そうそう、あの人狼っていうのを知ってあげるんじゃないの。違うかな。よう、あ、違う、変わってないか。やっぱ狂わせるのかな。あ、ちょっと待って、黒服に、あ、いいか、狂った狂った、これで。よー、
に話しかが、かけたらポイントが足りなくなっちゃったよ。こりゃダメだ。攻略サイト見るか。ちょっとまだ、あのね、この先がね、ポイントなんですよね。あれ、ダメだ。はい。では、ここで終了します。ごめんなさい。もう、最後まで、ね、見てくれてありがとうございました。あ、もしかしたらね、ちょっと、高速でやるか。やっぱり最後まで一度決めたゲームだ。あ、ここは逃げるんじゃない？関係ないか。違うか。ちょっといろいろ調べるか。外になんかあったんだったっけ。これは関係ないでしょ。話すし。まあ、ポイント余ってるからいっか。こっちはどうだったっけ。行かないよね。ちょっとカットして探します。はあ、でもヒントが全員狂わせるんだよね。ちょっとね、今回のパートすっごく長くなるかもしれん。ネタバレありで、ありだけど、グダグダ。まあ、いっか、こういうグダグダゲーム配信も。まあ、今だから、お、え、変わった！ブライアンを処刑することに決まりました。え、ああ。マジか。あ、そっか、そういうエンディングになるのか。じゃあ次回にするか。次回本当のこれね、あのトゥルーエンドをちょっと目指してやっていきます。グダグダ配信ですが、あの最後に、あ、最初でもネタバレあって言っちゃったよ。嘘つきじゃないか自分。どうしましょう。ちょっと訂正で書いておくか。ネタバレなんてなかったって。じゃあ、最後まで見てくれて。まあ、今のうちだよ。視聴者があまり見てない。将来どうなるかわかんないけど。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあね、ありがとう。バイバイ。